あれからも入る。あ、これこっち向いてるし。行きます。カフェ。この番組はネット放送局ユニミックスの提供でお送りいたします。こんばんは、あやなです。こんばんは、原大輔です。こんばんは、ユニタイムズのおっちゃんです。はい、今日はちゃんと9時00分ちょうど、はい、すごいですね。ちょっと目の前でビールついてるおっちゃんがいますけどすごいな。ね、あとはあの趣味やね、趣味締め、あ、締めスタート OK だったんで、ね、なるほどね。まあ趣味でもいいですけど ね、 あとは趣味やね、まあ、いきなりチャットが来てます、はい、聞こえてます。今日は無音放送じゃない。あ、よかった、ありがとうございますすいません、ほんまに。前回そんなんありましたっけ。いや、先週はね、あの放送してると思って喋ってたら、なんかあれ、ちょっと待って、放送できてないってなって、なんか10分だけ放送したみたいな。本当ですか。そう、お茶いた、ね、そんなんあったんですね。大変いましたね。お茶いましたよね。いましたね。ということで、そんな先日は本当にあのリスナーの皆さん申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。恐れ入ります、はい、ということで、先週からいろいろちょっとこう場所が変わってですね、ちょっとトラブルはあったんですけど、場所が変わりまして心機一転って感じだったんですけど、今日はまたもう気を取り直してお引越し1回目の気持ちで。そうですね、大丈夫ですか。そうですね、はい、はい、確かにほんまにバタ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 みたいな。いやー、ほんと大変だね。確かに、ね、でしたね。ちょっとこう、いけるでしょうみたいな感じが全然いけなかったという感じだったんで。あ、気が緩んでましたか、やっぱり先週は。そうなのかな。いや、全然緩んではなかったんですよね。緩んではなかったんですけど、うん、いや、まさかあそこまでこうね、うん、なんか案の定行くとは思わなかったんです。なるほど。まあそれはそうと、あのグッドタイムズカフェのブログがようやくできたということで、見ました、ちゃんと。あ、ちゃんとあの数日前にできてるのを発見しました。発見したんだ、はい、大ちゃん見ました。僕も見ましたよ。僕、うん、アメブロガー申請しましたもん。アメブロガー申請、アメバー申請、読者、読者みたいな、読者みたいなしました。読者、友達申請みたいな、友達申請みたいな。なるほど。僕はちゃんとコメントもね、1回入れましたよ。あ、本当ですか。なんて言ったんですか。いや、もう覚えてないです。覚えてないですか。私がなんかこんなコメント入れてましたよねって言ったら、え、そうなんか、いたっけって言ってますからね。もう何も覚えてない。とにかく入れとけみたいな。とにかくコメント入れたというなんか痕跡は残したってことですよね。そう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 。ということで、皆さんもコメントとかできたら、あ、声が遠いみたいですって言ってましたよ。あら、誰の声でしょう。誰の声かな。なんかなんとなくこう届いてないような気がするんですよね。私の声かな。あとはね、麻薬の、まだブログ見てないっていうチャットが。ぜひグッドタイムズカフェで検索したら、あ、なんかマイクが大きくなったかな、ちょっとね、はい、グッドタイムズカフェで検索したら多分出てきますよね。あ、まだちょっと出てこないのかな、はい、それかも、いや、出てきますよ、出てきますよね多分。で、アメブロですよね。うん、アメブロ、アメーバーブログ、はい、あ、ダイちゃん以外遠いってきた。ダイちゃん以外遠い、切ない。それはちゃんと私遠いんですよ、皆さんから。え、あ、以外ってことですか。大ちゃん以外どう言ってきました。ああ、本当ですか。ちょっと笑ってしまった、面白かった。僕その逆をイメージしたの。大ちゃんのだけ、うんうん、そうかそうか。ちゃんとね、ほら、大ちゃん以外どう言って。もういいじゃないですか。はい、すいません、ちょっと面白かったから。もういいよね。じゃあ、おっちゃんの、今は大丈夫かな、今も遠いんですかね。まあ、全部そういうのを言ってほしいですね。でもかなりちょっとまた上がってきた感じ。ね、うん、あ、おっちゃん上がった、私は上がってると思うんですけど。おっちゃん上がった。上がるのはいいんですけど、うん、モニターも上がってくるから羽織りやすくなってくる、ね。まあ、うん、ということで、そんな調整中の間を使いまして、チャットとかもありますので、皆さんこうやってコメントも、はい、していただけたら嬉しいなと思います、はい、いろいろね、そしてメールもねあるんで、メールの宛先もお知らせしておきたいと思います。カフェアットマークユニミックス .jp、 CAFE アットマーク UNIMIX.jp までお送りください。グッドタイムズカフェ、ネット放送局ユニミックスよりお送りしています。まだまだ喋ります。
僕この前ね、はい、あのラジオでものすごい泣ける曲見つけちゃったんですよね、うん、そんな曲なかなかないでしょいやいや泣けますよこれは。いやあるんですかそんな曲が。あるんですよ。聞きたいですか。いや聞きたいです。いや絶対ないですよそんな曲。僕は泣きましたよこれ、聞きたいですか。聞きたい。ありがとう。ほんまや。泉彩菜です。デビューシングル笑って笑ってABEX JMOA より好評発売中。ぜひ聴いてください。はい、ということで、チャットであやちゃんやや低ってきましたけど、あー、まだちょっと低かった。私の声が低い？違う、そういうことじゃない。多分あのマイクの音量向き向きこうかなっていう感じもありますね。あ、まあ、無事聞こえてますって来ましたよ。ありがとうございます、ね、はい、はい、ということで今日のテーマですけど、今日のテーマというかあれですよね、たまにはこうリスナーの皆様から何かこうちっちゃなことでもいいんでチャットでね、なんか、ああいいんですかそれ。そういうの楽しくないですか。それなんかさっきこの通りやってねって言われた、うん、この通りってどの通りかわからへんけど、いやそれはこの時間の、そういうあこの時間、それは時間はこの通りいきますよ。もうだからそういうことを言うから、もうおじいちゃんみたいですね、なんかこの通りやからどのこうの、ああなるほどな、そういう意味ね、はい、そういうことですよ。じゃあちょっと今日はぜひテーマ、そうですね、何がこうテーマというかテーマというか何ですかね、こういうことがあったんですけどどうですかとか、そういう質問的なことが、ね、あれば、はい、なんかほんまにね、あるいはこうやり取りでもいいしね、うん、僕質問いきなりある。あ、大ちゃんがあるんですか、うんうん、おっちゃんにね聞きたいことがあるんだけど、うんうんうん、またグッドタイ、え、ユニタイムズ的って言われちゃうかもしれないけど、えじゃあその時はその時で振りますんで、うん、あっちに、あっちに振りますか、はいはい、あの今アメリカがこう予算通らなかったりしてるじゃないですか。そうですよね、アメリカの議会、ね、オバマさんが予算通そうとしてるのに、うん、議会が嫌って言ってるみたいなんですよね、うん、はいはいはい、あれってやっぱりあれなんですか、オバマさん なんですかね、正義と悪で言ったら議会が正義なんですか。そんな結論だけ言っちゃってもあんまりなんかこう面白くないと思うんですけどね、うん、あれはどういう風に聞いていたらいいんですかね。一個一個はあれじゃないですか、あの分析していったら面白いんちゃうか、面白いんですよね、うんうん、オバマさんは今何をしたいと思ってるのかとかね、うん、あるいはその議会はそんな感じでしょ、うん、共和党と民主党があって、ね、上院と議員下院があるのかな、で、まあ、そういう一個一個ね、いろいろ見ていって、あのアメリカの経済このままやったらアメリカ国民にとっては益なのか、あれはどうなのかとかね、うーん、見ていて、なんであんな現象が起きてるんだろうっていう、この辺で極めてユニタイムズ的ですよね。ですよね。いきなりなんかシーンみたいな感じになってましたけど、ね、もっと違う感じでいきましょうよ。まあまあまあ、これはまあこんなもんにして。はい。まはい、じゃあ、まあ、ね、ちゃんと面白いね、でもね、あのアメリカの今のあれ見てたらね、結構話題やね。確かにね。あの17日までに予算が通らなかったら、うん、1000兆ぐらい の、はいはい、あの全世界のそうですよ、ね、お金がチャラになっちゃうみたいな、うん、だからそのチャラ、うん、まあ、だいぶこれ何年も前から言われてることやね、はいはい、ついに来たな、ついになんかデフォルトするんじゃないかとか言っててね、うん、ただそうなってきたら単純に考えたらこう日本もそのね、あ、なんていうかこう持ってますよね、煽りを受けるということになってくるので、まあ、それ単純に考えたらやけどもね、はい、そんな簡単なもんじゃないと思うんですけど、はい、まあ、ということでこれは、うん、あのぜひあのどっかでユニタイムズにお願いしたいなとい う, いうふうに思いますね。お願いしましょう。いい質問でしたね。お褒めの言葉が出ましたよ。チャット待ってるけどチャットが全然来ない。あ、みんな聞いてるんですよ。だからチャットに期待してはいけないんですよ。だからね、綾菜さんも質問してください。じゃあ私、うん、いきなり、うん、おっちゃん、ね、恋愛トークでもっていうより僕らが話してるとね、多分、うん、あのリスナーの方っていうのは ね、聞いてるんで、何年か書こうとかいう気にならないから、そうですよね、今から、まあ、5分、うん、はい、黙りますか、考える時間だってさっき早速もう放送じゃないって嬉しいって感じの、そうですよね、ちょっとあったのに5分にしてたんですよ。その5分の間考えてる間、うん、あ、じゃあ大ちゃんが曲演奏します。大さんの曲でよよよ言っときますか。いやいやいや、行かないですよ。今日はあのあれがあるんですから、とっておきがあるんですか。とっておきがある、とっておきが、はい、
なるほどね。とっておきね、あの先週流してると思ってたら放送できてなかったっていうね。本当ですよ。もうだですね。なんか大ちゃんは先週じゃないわ、先々週か、先々週ですね、にお休みした時に、うん、て関東じゃないわ、山口県、山口県にライブに行ってたんですよ。そうですね。で、はい、そこに出会った人、まあ、あの昔からの知り合いだったんですけど、うんうん、あ、そうかそうか、そうだ、あのちょっとなんか話の、はい、どうしました、はい、途中ですけども、はい、業務連絡、前回あの、はい、こう流そうとしてた CD あったでしょ、うん、今その話を、はい、ね、あれは、はい、あ、今そういう話だったんですね、はい、もう全然聞こえてなかったんですけど、はい、あ、どこにあるんですかね。 あれはあのギターケースの中にありますけど、今日流すんですよね、はい、じゃ あ、 あのもう出しといてもらった方がいい。あれ、そこから、え、なんかデータにしたんじゃないですか、どっかに。あれで、どっかにしまってるよみたいな。データにしたっけ。したはずですよ。したよね。あ、うん、したしたした。あれどっちに入れたっけ。うん、すごいことになってる。パソコンの本体に入れたね。入れたと思います。入れた入れた、間違いない、うん、あの MP3 じゃなくて Windows Media Video の、うんうんうん、ビデオじゃなくてオーディオの方に。では、チャットが来ましたよ。山口出張の報告お願いします。あ、今なんか一緒にジャーンって流れたけど、はい、まあいろんなことありますね、うん、これ ねまだ2回目やから。そう、2回目やから。まあそれもあるしね。いや、まだ慣れてないから、うん、はい、人がコロコロ変わりすぎててね。どうしたらいいんですか、ということで、だから大ちゃんの山口出張の報告お願いしますってチャット来てます。あ、じゃあ本編の前にその話しましょうか。その間に、本編って、そのテーマ、グッドタイムズカフェのテーマの前に、うん、山口の、そんな頭を使わない話するんで、ね、その間にこう質問とかいろいろ考えてほしいなっていう。あれ、でもその大ちゃんの出張の報告聞きたいから、うん、多分そうだよ ね、それあったら絶対また考えるよりは聞いちゃうよね、うん。まあ、でもそれを聞きながらも、じゃあこれはどうやったんかなとか思ったらね、書いていただいたらいいですよね。あの J クラスっていうユニット、はい、3人組なんですけど、はい、もう50近いおじさん方の、うん、非常にお世話になりましたね。一緒にJ クラスの4人目のメンバーであれやりましたよ。ギターソロ弾きまくってきました、でも大ちゃんギターソロあんまり好きじゃないって。なんかそうなんですよ。だからアドリブを一生懸命練習して、うん、1週間ぐらい前に CD 届いて、うんうん、そっから練習していって、すごいな、まあ、ありがたいことにコラボしたんですね。はい、大受けで。なんかお笑いしたみたいになってるけど。はい、で、はい、いろいろ食事とかも連れてってもらって、うんうんうん、麺類ばっかり連れてもらったんですよ。麺類、はい、何日間行ってたんですか。結構行ってましたよ、うん、延べ往復も入れたら、往復下道で行ったんですけど、うん、5日6日行ってましたよ、で毎日麺、麺ですね、麺、山口の麺は制覇したって言われました。山口って麺が有名なんですか。山口県ってそんな、ね、麺類、いやでも長崎ちゃんぽんの、バッタモンみたいなやつとか。バッタモンってバッタモンじゃダメでしょ。そう、バッタモンってそれの方が有名だよって言われたんだけど、で美味しいよって言われたんだけど、やっぱり分かんなかったですね。長崎ちゃんぽんの味がしました。ちゃんめんって言うんですよ。ちゃんめん、ちゃんぽんじゃないな、はい、ちゃんめん、ちゃんめん、はい、僕のブログにも載せたんでちょっと見てみてください。わかりました。風貌からもう全く一緒なんで。そう、見た目も見た目も。もう笑っちゃったんですよ。名前書いただけやんみたいな。本当本当に。でももう一回食べたらわかるよって言われて。そうなんですか、その違いが。うん、なんか地元に愛されてるみたい。そうなんだ。それを毎日食べたの。それとか瓦そばとか。瓦そば、瓦の上に茶そばが乗ってて瓦で焼くんですよ。焼く、あー、なんかで見たことある、見たことあります。へ、僕も噂には聞いてたんですけど、それも、まあ美味しいは美味しいですよ。なんか全部なんかちょっとね。いや美味しいんですけど。批判というか。まあ僕の別の静岡の知り合いの人が行った時に、はいはいはい、なんか大バッシングしたらしいですよ。あ、そう、茶そばを焼くなんてもったいないって言って。ああ、なるほどなるほど、うん、普通に食べたかったんで。ああ、なるほど。まあ、うん、それも分からんでもないよね。いろいろあるけど、そろそろこのぐらいにして曲でも流してもいいですか。曲どうぞ。曲いきましょうか。いいですか。うん、J クラスさんっていう、うん、で、あ、そうだ、大事なこと言うの忘れてた。おっと、11月9日に J クラスさんが、うん、大阪に来るんですよ、うん、大阪の、
大雄寺の、はい、シティウエストでちゃうかっていう名前の、シティウエストでちゃうかっていう名前 の、うん、ライブバー、ライブバーでライブをやるんですよ、うん、11月9日、119、はいはい、でそれに僕も 2,3 曲やんないかって誘われたんですよ、うん、だから綾菜さんもできたら一緒にやったらどうかなと。いいんですか？あのね、ね、なんか急に大ちゃんが、いや、いいと思いますけど、すごいね、あの、はい、綾菜さんの話して、うん、綾菜さんの CD もかけたんですけど、うん、J クラスの人らに、そしたらすごい、うん、あ、上手だねっつって、やったあの、あいた、その、うん、昔めっちゃ太っちょだったっていう話をしたらね、あの、僕らも太ってるから、うん、ぜひ会いたいって そういうつながり太っちょ話したいって言ってあ、そういうつながりで J クラスっていう人はソロは3人組です。3人組って言ってましたよ。言ってた、はい、どっかで言ってたよね。いや今言ってました。あ、今言ってたね。おっちゃんなんかところどころ何々ってさっき言ったこと聞きますよ ね、 ね、うん、え、どんな編成なんですか？それも言った、ギターボーカルとベースとパーカッションですね、うん、なるほど。あのセンチメンタルアコースティックっていうのがあの彼らの売りなんでね、売りっていうか、自分らのそのあれなんでね、はい、でその人たちの曲を流すですね、曲を一曲ちょっと流させてください。どんな曲ですか、はい、準備は OK でしょうか、あ、OK だそうですよ。アルバムの一曲目しましょうか、明日っていうやつ、明日、明日、うん、ちょっと聴いてみてください。では風にそっと背を押され、明日立ち止まることなく振り向きもせず、夢を夢だと思うから、時間はただ過ぎるけど、できないことは何もない、無理だと口に出さぬよ。できることから一歩踏み出そう、明日必ず夢に近づけるから、何があったとしても。タイムズカフェ、まだまだ喋るよ、はい、信じてるから、はい、ちょっとやってみましょうか。そこやるんですか？僕から、僕が歌う、僕が歌う、あ、はい、あ、私は歌えない。そう、僕が歌いたい。あ、はい、わかりました。いいですか？あ、頑張って伴奏します。よし、はい、信じる。え、大丈夫ですか？ワン、ツー、スリー、フォー、また会えると笑ってますね。笑ってましたね。いい泉彩菜です。デビューシングル笑って笑って ABEX JMO より好評発売中、ぜひ聴いてください。はい、ということで明日っていう曲ですよね、はい、いい曲でしたね。いい曲ですね。明日、明日、ね、これ前も言ったんだけどね、うん、流れてなかったっ、ね、明日ね、僕ら、ね、体育会系でね、うん、
うん、ありがとうございましたっていうのを明日あ、なんか言ってましたね、おっちゃん、そう言ってた前も流したけど、もう一回言った前二人でなんか流しました、そっちの方かなと最初思ったんですよ、大ちゃんが元気よく明日って言ったから、あ、俺言ったのみたいな、普通だったら明日って言ったら分かるけど、うん、明日って言うからありがとうございましたを、そっちを最初にイメージしたんですよ、それでどっちなのかなって見たら、あのトゥモローの明日、うん、そうです、トゥモローの方ですよ、全然ありがとうの方の明日は出てこなかったけど、いやいや多分ね僕みたいな人いたと思うよね、明日って言ったらね、まあそういう本当にあれですね、言ったらオースみたいな言う人たちが、野球部なんか特に明日って言ってるかな、いいよね言うのかな明日、いや野球部だけに限らずね、結構あの運動部系ってね、まあそれはあの文化系とは言わないですよ、あの明日、文学系では多分言わないと思うけどね、そう、どうなのかな、おっちゃんってちなみに体育会系だったんですか、一応あの運動好きだったんでね、あ、そうなんですか、運動部っていう感じでいろいろやってました、あのラグビーとか空手とかなんかその辺とか、空手できそう、周りもあのサッカーとか、僕はサッカーはやってないけどね、サッカーとか野球とか周りの人間とかいたらいつもあの練習終わった後ね、明日って言ってますよそうかな、じゃあそうしよっか、もうそれはいいじゃないですか、はい、もうそれいいね、いいね、いやそんな明日でそんな何分も盛り上がらない、いやいや、そうやってあのちょっときましたよ、宣伝するもんなんですよ、あのね、その今は J クラスさんの明日有名になってるもん、でもチャット、ね、チャットでアザースに変化してますか、はい、って、あ、そうか、アザースも言うね、でも今アザースはちょっとこう、ありがとうございますが、ね、アザースですね、そうですよね、それと同じノリですよ、明日、ね、はい、ということで、はい、ということで、はい、この辺で、でさっきそうですよ、今日この次乾杯、乾杯のことすっかり忘れてた、乾杯ですよ、はい、今から、あ、うん、でも今のところ時間通りじゃないですか、うん、としてね、時間通りに行けるパターンです、はい、だってもう行かないといけないでしょ、ここ、うん、だから乾杯しよう、はい、乾杯しよう、やる気になればできる乾杯しよう、はい、大ちゃん全然飲み物入ってないけど、入ってますよ、もう涙に継がれてます、あ、本当やね、ラジオだからいいじゃないですかすいません、いや乾杯やのになと思って、おっちゃんはね涙に今継いでおります、皆さんもこう今のうちに、はい、多分もう皆さん多分分かってて用意してはるよね、いつも、ね、聞いてくださってるから、じゃあ先週は多分ここも放送できてなかったっけ、あ、したんや、乾杯だけはね、はい、そうそう、まあでもとりあえず、あ、えやーって来ました、えやーってチャットが来た、急いでるってことかな、いやそれは明日の流れから来てるんですよ、それは、あ、もうそれはいいからもう、まあとりあえず乾杯の準備ができたところで、はい、まあ、先週はちょっと皆様に大変ご迷惑をおかけしましたが、はい、いえいえ今日からはいいですよ、いやいや、いいですよと、はい、おっちゃんが言うことじゃないんですよ、皆さんにごめんなさいっていう立場なんですよ、あ、そう、はい、ということで、いや、いえいえってね、はい、ということで、今日から心機一転、はい、ちゃんとできるように頑張っていきましょう、乾杯、はい、乾杯、はい、ということでカッチン打てる人いますけど、あ、チャットもね来てます、乾杯ってチャットが来た、はい、あとね、エコキャップのご相談の件、その後ビビたる進歩ありましたって、はい、なんかちょっと前に話してたことですよね、はいはいはい、どういう進歩があったんですかね、それ辺はね、あのユニタイムズ関係の方でね、うん、ちょっとこうメールいただいたんですけどね、うん、あの本当に進んでるようで、例えば、うん、あのお仲間さんができたっぽいような、なんか最初あれですよね、 そうやって言ってもこう、そう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 、バカにされるじゃないけど、うん、なんか話を聞いてくれない人がとか、うん、そういう話ですよね、はいはいはい、そんな感じだったんですけどね、うんうん、それがちょっと進歩があったっていう、はい、ちょっとこの、はい、がで、うん、その系、あの関係からね、うんうん、そのなんていうんですか、ほら僕たちのその講演会とか、うん、っていうのも、ああ、言ってたやつですよね、はい、学校に提案してね、グッドタイムズカフェ号で行こうぜとか言って、はいはい、呼ぶことができるんじゃないかとかね、そう、すごいそんなすごい権力持ってるんですか、すごい、いやいや、すごいですね、っていう、そんな、でやっぱり共感してくれる人っていうのがやっぱ少なからずこう、はい、ちらほらと現れてきたってことですかね、という感じだと思うんですよね、うん、まあ、でもね、この方本当にね、なんかこういう才能があるのかなっていうな、ね、うん、なんか物を書いたりとかなんか考えたりとかする才能っていうかね、うん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 、面白いなと思うんですよね、うん、っていうのはね、はい、おっちゃんと仲間たち、うん、グッドタイムズキャラバンと銘打って
どこから来たの、一緒に考えてみませんかとかね、うん、なんかいろんなこと考えてるんですけど、うん、考えてるんですっていうか考えておられるんですよこの方がね、僕が考えてるんじゃなくてね、はいはいはい、だからグッドタイムズキャラバンっていう名前を作ったりとかね、これいいじゃないですか、グッドタイムズキャラバンってね、大ちゃんの名前にねペイントしてグッドタイムズキャラバン、ね、私ペイントするの大好きやから私がするわ、車に、はい、僕の車はうん、そう、うん、いいけどいいやいいやダメって言われるかと思った。だからすごく多分そのね、うん、なんかいろんなアレンジしたりとかね、プロデュースしたりとかね、うん、あのすることに関してね、そういうこと考えるのが長けてる方じゃないかなという感じですね。もうあの今後ちょっとね、うん、あのスタッフ何らかの形のスタッフでね、グッドタイムズスタッフ、はいはい、あの講演会をするためのマネージャーとかね、うん、あいいですね、はい、でこの方確か東京に、うん、お住まいっていうかね、東京の方なんですけど、まあ、一応全国、うん、あの担当みたいな感じで、ね、おすごい、はい、一緒に、はい、まあ、一緒についてく、ね、いけたらいいですけどね、うん、まあ、難しければ、そういうチャット来ましたよ、マネージャーとしてね、うん、マネージメントだけいろいろしてもらって、何も出ませんよって来ました何も出ませんよって来ましたよ。あ、そのあなるほど、今いろいろこうよいしょしてるからみたいな感じ、うん、そういうことかな。でもこれ全然よいしょはしてないですけどね、本当におっちゃんが思ったこと、もう率直に、うん、もうだいぶ前からね、いろんなこうメッセージとかいただいていく中で ね、あともう一つ来ましたよ。え、あ、大丈夫、はい、うん、ね、地域に根付かせた方はとても素敵な女性で、パワフルで優しく正義の方でしたって書いてます、はい、っていうような感じで必ずいるのでね、うん、うん、はい、もうしっかりと、ね、3人よれば文字の知恵じゃないですけども、3人ほどおられるみたいな、うん、ちょっとメールもいただいてますけどね、はい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 、かなりあの強烈なものになっていくんじゃないかと思いますよ。あの、うん、そのエコキャップの話っていうのは前は集めないで、うん、集めない方がいいっていう提案をしても無視されたって感じだったじゃないですか、うん、そうですね、それをもう進んでるんですか、はい、その話もそれが少し進歩したってことじゃないんですか、ちょっとはそのもう集めるのはやめようぜっていうような提案を してその辺はね多分ねこれからじゃないかなと思うんです、知れないですね、それでビビたる進歩ありましたっていう。あれなんでエコキャップってダメなんでしたっけ。だから結局それも、うん、そっからあとどうなってるかというと悪い方に流れてるっていう話なんですよね。悪い方に、うん、そのお金っていうものがね、うん、ああそれで、うん、車椅子を買えるよとかワクチンがどうだよっていう、そうそう、ワクチンにつながってるので、うんうん、結局ワクチンっていうのもちょっと問題なんだよっていう話をなんか出てたんですよね、うんうん、チャットも来ましたよ。ワクチンと WHO の関係やら話しました、ご存知なかったようです、資料になる動画や記事をシェアしましたって書いてます。ああ、ね、すごいですね。だから、うん、普通知らないのがもう普通ですよね、うん、多分100人いたら本当に前も言ってたけど95人ぐらいは知らない、いやもうちょっと高い確率かもわかんないですね、知らない、まあ、9割以上が絶対知らないだろうなっていう感じだと思うんですよね、うん、だからあれ結構いろんな本に書いてあるじゃないですか、そういう風に探したら、うん、だって、はいはい、程度の差はあっても大体同じような内容でってことは、うん、どれでも参考になる、まあ、ある程度は参考になると思うんだけど、ただその、うん、そういったことを見たりとかね、うん、探したりする時間を持ってる人がほとんどいないっていうことですよね、うん、あと違う方からも忙しい、ちゃんと来ましたよ、働くことで忙しい、はい、違う方からもワクチンを子供に打たせたくなく妻と大喧嘩しました、てん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 、本当にこれね、うん、だから難しいんですよね、うん、こうただ単なるその価値観の違いだけで終わることができない問題なんですよね、うんうん、でも喧嘩しないといけないですよね、はい、そこはただその喧嘩するだけで終わっちゃったらね、うんうん、でも本当に死活問題というか、死活というか本当命の問題ですからね、命の問題ですね、はい、まあでもひどいもんだよね、ワクチンですね、うん、ただこのワクチンの問題もね、なんかね、うん、ちょっとこう世の中的に進歩があったみたいですけどね。あ、そうなんですか。そうなんですか。何だったかな、ちょっと忘れたんですけどね。あ、そうなんだ。そういうふうにこううまい具合に進んでるなって、要するに良くないっていうワクチンはね、うん、打たない方がいいっていう方向でこの、うん、なんていうのかな、メディア化あるいは政府レベルかなんか厚生省の方かな、はいはい、なんかでちょっとこう出たみたいな感じですね。
議員からの意見だったのか。ということはそういう勢力が今ちょっとこうちょっと出てきてるってことですか、はい、目を出してきてるって感じですよね。チャットがまた来ましたよ、清い心と行動力の方で感動しましたって書いて、あ、行動力の方でかな、まあそういうことなんですか、ね、あともう一つ、さっきのあの大喧嘩しましたって書いてた方が、お互いが子供を守りたいという気持ちが同じなところが辛いですって。そうですよね、うん、そうですね、打つ方が守ることだ、うん、打たないのが守ることだ、うん、お互いがね守りたいっていうのは思ってるから、うん、だからこの辺はもうあとは冷静に話し合うしかないでしょうね、うん、それは喧嘩もしちゃうよなって、ね、感情的になっても仕方ないので、うん、なんで、うん、打つ方がいいのかとかね、うん、なぜ打たない方がいいのかっていうことをちゃんとね、うんうん、だからその辺を突き詰めていったらね、打つことがいいっていうね、うん、あの方にはならないはずなんですよね、うん、本当はね、じっくり話していくと、ただその、はい、政府からねそういうふうにこう、うん、あの何年通達が来てるからっていうだけの根拠しか本当は見え出せないと思うんですよ、うん、現実の話をどういうふうに思考をしていったらこう正しい方に行くんですかね。ただこっちの方はこっちの本はこう書いてあった、こっちの本はこう書いてあったっていうだけで、あの結局平行線じゃないですか両方のね、うんうん、だからどん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 あれじゃないですか、あの奥に入っていくしかないんじゃないですか、うん、だからそのワクチンってことは結局製薬会社とね、それからあのそういったそのなんか国家的ないろんな、もうどん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 あのいろんな、うん、情報をね、つなげていきながら、もう入っていくしかないと思うんですよ。エイズのこととかも。もうエイズのこととかも。で、それが本当かどうかっていうことも、もっともっと、じゃあその情報源はどこなのかとか、どん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 、あの、奥にもう入っていくしかないんじゃないでしょうかね。ああ、それで、なんか、宇宙人の話とか出てくるじゃないですか。そういう本を読んでいくと。そうしたら最後に、やっぱり行き着くところっていうのは、ユニタイムズですね、はい、そういうことですね。はい、そういうことですよ。ユニタイムズは信憑性のある、いやところが ね難しいんですよ、なかなかあのまだまだその、情報量っていうのを、うん、発信してるのは少ないからね。そうですよね、うん、だからそれがもっとねあのたくさん情報量を発信していったら、あもうどこを取っても矛盾がないなというような形であの確信得れるかもわからないですけど、うん、まだ少ないですよね、うんうん、まあ、あとは信じるしかない的なところしかまだない、はい、今のところはね今の情報量だけだとね、まあ、おちゃんの、うん、おちゃんはここで自信を持ってというかワクチンは良くないってもうあの良くない良くないどころじゃなくて危ない、うんうん、危ないっていうの危ないっていうのはもう、うん、はい、で実際にやっぱりこのねいろんなこの副作用とか出てても、うん、この発表されてない部分っていうのがかなりあるわけでしょう。そうですよね、だからそういうのはある意味で言ったら本当にこの取りまとめる人がいたらいいですよね、全国でね、副作用が出たっていうその保護者の方 の、 そのリストみたいなのをね、うん、ガーッと全国的にまとめてあの政府が発表してるのはこれだけで、実際に自己申告があったのはこれだけっていうような感じで、だってあの医者ですらも病院ですらもそれは、はい、あの発表しないって言ってるじゃないですか、正しい数っていうのは、うん、あれでもわざとやってるんですよね、わざとかなんか悪い病気にしようと思ってそういうものを感染させたものを蔓延させてるって、基本的にはね、例えば注射打ってる人とか、はい、知らないんですよ、本人はですよね、うん、でそれは医者のレベルにおいてもそうですよね、医者のレベルほとんどの医者でも例えばその学会っていうのがあるじゃない、医学会ね、うんうん、あれっていうのも結局はその上から来るものをそのまま学んでるだけっていうか、そのまま得てるだけなのでね、だからその例えばがんの治療にしても、うん、もっといろんな最先端のものがあったりとかね、うん、それも結局上から来てることしか、うんうん、知らないのでね、うん、で勉強してる医者たちもそうだからね、うん、それ以外のこと知らないからやってることが 100% だと思ってるわけですよ。そうですよね、うん、だからその大元っていうところをたどっていくとですね、いろんなやっぱり研究している人たちとか、うん、そういうところから行くともう危ないで、それを発表するんだけども、医者たちっていうのはそういうふうに教えられてないので、それはデマだとかね、やっぱり言ったりもするし、うん、でもちろん製薬会社の中では知ってたりするわけですよね。あ、やっぱりそうなんですか、なんていうんですか、マッチポンプ的なね、
だからこれこう、こうやって世の中が回ってるのさみたいな感じで、うん、こうな流してるというか、うん、ただでもある程度は仕方ない部分というか、はいはい、お医者さんもそうじゃないですか、うん、患者さん減ったら困るなと思ってるわけでしょ、で治ったら困るなと思ってるわけでしょ、100% そういうふうにみんなが思ってるわけじゃないけれど、うん、だってビジネスである以上 ね、まあ、ねお客さんがいるわけですよ、うん、だからそれを変えていかないといけないっていうわけですよね、うん、チャットがなんか ボンボン来てますよ、はい、ちょっと待ってくださいみんな盛り上がってもうすごい今ボンボンボンうんうんって言った時見たらドローって来たからドローですか、そうすごい来た、ちょっと待ってください、どこまで読んだかな、あ、お互いが子供を守りたいとかっていうとこまで読みましたね、両親にまで話しに行きましたが理解を得られませんでした、ワクチンのこと ね難しいですよね、でその次に母の立場わかりますが点点点点っていうのと、次この世の仕組みまで伝えました、さっきの両親にまで話しに行った方がどれだけ説得力あるか、熱心に訴えれば訴えるほどこいつ何かにはまってんじゃないかって、あ、もうありますよ、思う人もね、いや思っちゃうよね普通ね、あと今の医学というか医療のこと、医療カルテルですね、そうですよね、今年はインフルエンザの予防接種はやめときます、うん、できてる、近隣の医者は予防接種を受けさせないのは親の横暴だと学校の講習会で喋っていた、うん、って書いてる、そいつね本当に首に縄をつけてるみたいな、あとはねお医者さんに話したことがありますが、ネットの情報を鵜呑みにするなと怒られたことがあります、うん、それはそう言うでしょう、うん、でその後最後にふうやりきれませんねって来てます、いや本当にでも、うん、実際に冷静に考えたらまず絶対に分かることっていうのは、うん、あれでしょう、患者さんいりますかいりませんかってお医者さんに尋ねてみたらいいじゃないですか、そうですよね、うん、いらないっていう人いないでしょう、うん、本当ですね、本当に病気すぐ治ったらいいと思いますかって言ってね、うん、じゃあそう思うっていう人いないと思いますよ、本音ではただやっぱりねお医者さんになろうっていう人っていうのは、うん、やっぱりこうみんなの健康とかね生命とかそういったことをなんとかしてあげたいっていう、うん、そういうとこから来ると思うんだけども、うん、いざ実際にもし自分がその経営者の立場とかね、はい、立ってみたらとんでもないことになっちゃうわけですよね、うん、それが例えば万能薬っていうのができて、うん、ねこれを飲めば全て治るなんて出たら、うんうん、どうしますかこれ、そうですよ ね、 ねもう商売やっていけなくなっちゃう、うん、それでいいんだよって本音は思ってるんだろうけど、本心は思ってるんだろうけどもね、うん、あ、チャットまた来ましたよ、うん、ワクチン打たないで死ぬならホームレスは全滅なはずって来てる、まあホームレスはたくましいですけど、いやでも本当にたくましいですよね、うん、まあ確かにね、うん、すごいなと思います、うん、冬とかね、はい、正直見てて心配なぐらいに、うん、いやあれはたくましいんじゃないんですよ、もうたくましいんじゃないの、いやいやですよ、えですか、僕も車で生活していたことがあって、うん、もう本当につらいですよ、うん、僕はもう救ってあげたいですね、あそういう方を見たらですかそうですね、うん、汗をかいたまま寝るっていうのが非常にもう疲れが取れないんですよね、うん、だからたくましいっていうよりも疲れながら、うん、生き延びてるっていう感じなんじゃないですか、なんでいきなりホームレスの話なの、いやだから そういうコメントが来たからねいや、はい、だからそういうチャットかが来たから、その次も来ましたよ、ヒポクラテスの誓いを医者になるときするんだってよって来ました、あこの方本当にいろいろよくご存知すごいですね、なんですかヒポクラテス、ヒポクラテスって何ですか、ヒポクラテスって何、お医者さんのなんか検証みたいなもんなんでしょうね、の誓いを医者になるときするんだってよって、はい、みんなするってことですか、皆さん そこまでは知らないですけど、皆さんどうなのかっていうのはね、うーん、ヒポクラテス、いやでも本当にこの辺早くね、うん、なんとかこう世の中変わっていかないとというか変えていかないといけない部分ですね、うんうんうん、一生懸命語れば語るほどさっきね言ってたような形でね、はい、もう本当に変に、うん、まあ、変人扱いされたりとかするのでね、うん、この辺が本当に難しいところですよね、うんうん、だってもうほとんどテレビとかそういったメディアで言ってることが正論になっている世の中なんでね、はいはいはい、うん、だけどテレビでもし言い出したらね、うん、
ワクチンを打つのはやめましょうとか言い出したら、うん、いっぺんにコロッと変わりますよ ね、 そうですよね。逆に今まで打つなって言ってた人が、うん、あのね、なんで打ったらダメなのになったりワクチンダメ絶対みたいな、うん、なんかね、うん、そういうのになったら、そうそうそう、ね、絶対すごいみんなピタってね、はいはいはい、なんとか広告機構とかっていうやつがね、うん、あやってくれたらいいですよね、はい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 、うん、だけどこれ問題なのは本当にね、厚生省がそうやって推進していること自体がね、うん、まあ一番大きな問題ですよね、はいはい、早くこの辺にもメスを入れていかないといけないと思いますよ、うん、そのためには彩菜さんの力が必要なんですね、はい、私、はい、うん、彩菜さんの力が必要だと思う。え、歌いまくっていくんです全国ね。あ、そういうことか、びっくりした、はい、と思って。やっぱりね、笑って笑ってですね、やっぱりおっちゃんの話は説得力がね、あるんだけど、うん、はい、やっぱりそうなんですよ、変人扱いされちゃったらおしまいじゃないですか、うん、そうそう、だから彩菜さんが歌って歌で、うん、うん、私は歌を歌ってる人だよっていう、そんなもん、ね、歌ったばっかりな、うん、で、ちょっと友達のおっちゃんが来てるから話聞いてくれないって言ったらみんな聞くじゃないですか。あ、だから言ったらね、うん、だから窓口になるというかね、おっちゃんにつなげるというか、そう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 、やっぱりじゃああれですね、ユニ、ユニタイムズじゃないわ、グッドタイムズキャラバンか、あ、キャラバン、そうそうそう、しないといけないですね、うん、はい、これいい名前じゃないですか、これ、ね、いいと思いますよ、これいいじゃないですか、うん、これちょっと採用、はい、その前におっちゃんと仲間たちっていうね、タイトルも入ってますね、私たちはね、仲間たち、面白い ね、私たちですよね、はい、と目打ってどこから来たの一緒に考えてみませんかってね、うん、ってな感じでいいですねこれね、それ本当に、ババーンって大勢のオーディエンスじゃなくても30人から60人の定期コンサートでもいいですかって、なってるんですけど全然いいですよね、全然30から60までいたらね、いや別に10人でもね、いいじゃないですか ね、 ね、3人でも1人でも行きましょうか、あ、すごい住宅地で高級住宅街もあるところですよね、高級っていうより昔からの感じ、あのすごい品がいい街ですね、うん、あの昔僕東京にいた時、はい、あのお世話になった ドラムの方がいて、うん、その人世田谷に住んでました、うん、なんとかっていうお寺の、お寺だから神社の近くにありましたね、そのなんとかが気になるけど、どっちかって言ったら高級住宅街みたいな感じなんですか、高級、高級っていうより古、昔からの、あの名家がみたいな感じですかね、うん、下北だってチャットが来た、あ、下北じゃないですよ、松陰神社とかっていうとこかな、下北って下北沢のこと、下北沢のこと、それも沿線なんですよね、その、それもここもなんか言ったら下町っぽい感じですか、下町、下町、下北ってなんか若者の町みたいな感じじゃないですか、そうかな、なんか私の勝手なイメージは、うん、あの中崎町のカフェとかあるじゃないですか、はい、大阪でいうとそんなとこかなって思ってます、はい、ああちょっと近いかもしれないですね、あ近い、あそんな感じなんだ、なんか若者が新しいカフェするみたいな、あとはねチャット、主婦の人たちにおっちゃんから話してもらう場を作りたい、主婦の人たちにね、そうですよね、まあいろんなテーマでぜひね、うん、行きたいですね、うん、グッドタイムズキャラバン、ね、あとね、ユニタイムズに接近してからテレビ見なくなったな最近って来てます、ああそうかそうか、まあある意味いいことかもしれないですね、あとあとね、近隣は畑や無人野菜スタンドありますよ、あ世田谷のことかな、あ、そうなんですか、無人野菜スタンドって何、あの人が売る人がいなくてね、ガソリンスタンドみたいな感じのそういうスタンド、それ知らないの、ええ無人野菜スタンド、無人野菜スタンド、だってあの彩菜さんって都会人ですからね、あそうか、あそういうことか、いやそういうことじゃないですよ、ジェネレーションギャップじゃない、ジェネレーションのギャップじゃないですよね、じゃないですか、無人野菜スタンドって、え皆さん知ってますよね、自動販売機みたいなところに野菜が置いてるとか、いや自動販売機じゃないですけど、あの普通に無造作に野菜が置いてあって、はい、その横にまあ、うん、ここにお金でも入れてくださいみたいな感じでね、いやそういうシステムは分かりますけど、はい、それを無人野菜スタンドっていうんですか、あそれは僕も知らない、ね、あだから想像つかなかったですガソリンスタンドみたいな言い方かなって今、ああ小屋です小屋小さいって来てる、小屋です、はい、小屋ですよね、そこにお金チャリンって入れて人参やったら人参みたいな、うん、誰も見てないの、でもそれってなんかいいねそういうのこの辺に大阪にあったらいいね、そうですね、いやでもたまにそういうとこあるじゃないですか、あ大阪にあるんですか、いやありますよ、全然あの都会やからって関係ないです、何を売ってますえ野菜、野菜で、うん、
や見たことないわ。そう、私結構それいいね。じゃあそれ広めたらいいですよね。そうですかね。そしてあの別に定価通りじゃなくてもね、うん、あとはたまにね、あのなんか近くの病院の前とかに、うん、あの軽トラに乗ったおっちゃんが、うん、あの来てトマトとかを、うん、あの並べて、おっちゃんずっと座って待ってるだけみたいな。それはどこにでもあるよ。あれ、ね、そう、あれ、そうじゃなくて、その無人っていうところが無人ですごくいいね。僕でもね、それ絶対、うん、あの問題が発生するんですよ。その場所代でお金取る人がいる、うん、すごい。ああ、そういうのあったりとかも、うん、まあ縄張りみたいな感じでね、あるけれどね、そうならないようなところで、ならないようなところでぜひ ね、どん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 ね、はい、また来ましたよ。お釣りだとおばちゃん出てきてくれます。あ、なるほど、ちゃんと人いるんだ。うん、あとは二子玉川って、ん、二子玉川ってにあるってことかな。二子玉川って聞かれてます。そうなるでしょうかみたいな感じですかね。うん、あとはね、お休みには行きますって書いてる。買いに行くってことかな。あ、その無人のね。うん、あ、なるほど。まあ、野菜だけじゃなくても、うん、あーでも難しいよな、うん、そのなんていうのかな。でもお米の機械とかもありますよね、無人の。 ありますね。お米の機械のことは無人って言わないでしょ。だってあのジュースとか売ってる無人って言わないでしょ、うん、無人販売機って言わないでしょ。そんなもん、そこいいじゃないですか別に。そこ突っ込まなくてもいやいや、あるよねって思っとけばいいのに。もう、あ、そう。いや、もう、じゃあもうこの辺で、はい、この辺でもう時間もそろそろいい感じになってまいりました。今日はいい感じですね。あ、わかんない、そうなんですか。うん、こっからですよ。いや、こっからじゃないよ。こっから来ますよ。どんどん。だからね、こっからまたケムトレイル行きますか。え、ケムトレイル。いや、いいです。っていうか今日はあの終わってから一人で特別なテーマはまあなかったけれども、うん、まあだけどたまにはこういうのもね、いいなっていうことでしょうかね、うん、だから皆様からもまたメールで、メールとかチャットとかで、うん、あとブログもできたから、ブログにコメントとかいただいてもね、そこから。あ、そうですね、うん、グッタイムズカフェ、そうです、そうです、アメブロで、アメブロで、はい、私のブログからも飛べるし、大ちゃんのブログからも飛べますよね、多分。多分、はい、でもお友達になってるから、そのお友達のとこ見たら、うん、グッドタイムズカフェって書いてるから飛べると思うので、いけるかな、いける、はい、大ちゃんがケムトレイルとか言うから、ケムトレイルひどいですよこっちってチャット来た。え、でもそれはまたちょっとすみません、次週ということでお願いいたします。ということで、毎週水曜日夜9時から10時、1時間、リスナーの皆様と一緒にいろんな問題を、考えていきたいと思いますが、今日は本当にいい感じですね。そうやね、あの悩みの相談というよりも今のなんか、うん、いい感じで、いろんな問題を考えていくっていうのもいい感じでね、うん、でも本当にあの、うん、ね、あ、ケムトレイルはユニタイムズでお願いしますって。あ、ほんまやね。わらわらわらってきた、はいはい、わらわらわら本当にね、ケムトレイルね。あ、笑ってるね。はい。さあ、ということで、こちらの会場では受けておりますけど。ね、いいじゃないですか。そうだ、そうだと思ってるんですよ、多分。わらわらわらって言ってはります。さあ、ということで、最後に、私の曲を1曲、いこうかな。はい、はい。先週歌えなかったからね。お、すごいね。今日は順調やね。はい。司会者のマイクが、はい、行きましたね。聞こえるかな、はい、聞こえてます。今日はどのような歌を、今日は選手歌おうと思ってた歌やから全然あんまりなんか今日には関係ないんですけど、なんかとりあえず元気ないとき歌歌おうぜみたいな歌を書いたんですけど、じゃあ、はい、今のちょっと触り触りだけっていうか、大ちゃん、大ちゃんもいつも触りだけって言って、大ちゃんは最後までよく歌うけどこれピアノの音も聞こえてるんですよね。じゃあ聞いてください。光のシャワー浴びてぬくもり感じよう、
今日も笑って一日を過ごしてゆこう。夢があるならもっと遠くまで歩いてゆこう。まだ知らないことたくさんあるはずだよ。怖がらないできっと強くなれる。悲しみもきっとあるけどそれ以上の喜びきっと待ってる。ララララ歌を歌い続けよう。明日に向かってラララシャニーデーズ、ラララスマイルラブ、ラララサンキューフォー、レッツシンガーソの夜はグッドタイムズカフェ。なんか始まるんですか？よう笑ってますよね最近。そうですね。あのちゃんこれ、はい、僕最近すごいいい曲知ってるんですけど。うん、どんな曲ですか？聞いてみます？あ、聞きたい聞きたい。いきますよ。やった。ありがとう。すごい私の曲やないですか？泉彩奈です。デビューシングル「笑って笑って」ABEX JMOA より好評発売中。ぜひ聴いてください。はい、ということでありがとうございました。聴いていただきました。あ、デハンのより音が響くだって、うんうん、ね、ボンボン響く感じが、ね、ボンボン、まあ、アップライトピアノだしね。ラジオでどのように聞こえてるかちょっとあれ分かんないですよね。それはちょっと分からない今ないですね。そうそうそう、ピアノがピアノと歌のバランス、バランスが、まあ、私たちは後であのいつも残ってる録音したやつで聞いて、うん、でもそうですね。あ、待ってましたって書いてくれてる人もいるし、はい、であのさっきのあれも言っとかないといけないね、うん、木曜日ってなってるジングル ね今ジングルが、うん、木曜日の夜は言うてたから、そこ、はい、水って入れとかないとね、はい、水曜日の夜は水だけ入れ替えますか？そうします。僕だけ聞いて水って、私が水って入れる。そんなことするならもう最初から撮った方が早いと思いますよ多分、うん、あのね、うん、そういうのね、うん、今あの、うん、エンジニアやってくれてる人はね、うん、得意なんですよ。あ、なるほど。あそこでよいしょしといてその技術をね皆様に伝えるという。あの僕今その CD 作ってるんですけどね、うん、あ、それじゃあ言ってくださいよ。 それでその宣伝、ま、間違えたとことかあるじゃないですか。彩奈さんは、ね、ない、うん、ないって言ってたじゃないですか前。何を？あの録音で間違いとか歌詞とか大体一発でいくって言ってたじゃないですか。いや、そんなこと言ってないですよ。一発っていうか私はとりあえずあの 3,4 回歌ってみてって言われて、あ、分かりましたって 3,4 回全部フルで歌って、はい、そしたらあ、もう勝手にいいとこつないどくからお疲れさんみたいな。だからね、私いつも1時間ぐらいで終わっちゃうんですよレコーディング。すごいなやっぱり。いや、すごくないですよ。私はもっと念入りに部分的にやりたいって思ってるのに、あ、もうこの部分取れたから大丈夫だよって言われて。それがすごいじゃないですか。いやいや、私はもっと歌いたいねと思って。いやいやいや、僕もう全部全部じゃないですけど、うん、すごい直してもらいましたもん。え、あれですか、あのピッチとかを、ピッチとかピッチシフトってこと？
だけで音程を直してもらったってことですか。なんかあーって言うじゃないですか、うんうんうん、あーって言って、はい、最後の方でヘロヘロヘロってなるんですよ。あーなるほど、あのちょっと息が続かなかったみたいな。それを最初のあーをずーっと伸ばしてもらう、はい、あーなるほど、勝手にロングトーンできてるよみたいな。あーそういう最近のすごいですよね。でもインチキですよ。だって最近どれだけ音が外れてても綺麗に直せますからプロの人もやってるんでしょきっと。やってますよ、私だってやってると思う。いやそんな多分ね、そんなことない。いやそんなことあるよ。またあのうん BD さんがはいもうちょっとちゃうテーマでいけって言って。違いますよ、お前ら二人で話すなって言って。あらそう、おっちゃんは多分一人で寂しいってことでしょ。自分が。いやいやいや違うんですよもうねそんないやいや、まあ、今度また入ってるからねあなるほどね、はい、ユニミックスのトップは直ったのかなって。いやそのひろより広いとかっていうのは、あ、手半の色とか響くの後により広いって書いてる。手半のより広いっていう意味かな。広いとかっていうことじゃなくて響いてるよね、あの、うん、アップライトっていうあのピアノがね、いつもキーボードつないでるから、あの手半の時は、うん、今日はピアノマイクから全部マイクで撮って送ってるから余計に多分ね私の歌ってるマイクからも音拾ってるし、そうそう、それで広く感じるのかな、っていうか響く感じで響いてるんですよね多分ね、うん。ユニミックスのトップは直ったのかなっていうのは、これは何ですかね、これね、あのあれかな、もしかしてあのことだと思うんですけど、ね、そういうことかな、違うかな、何やろ、なんか壊れてたんですか。あれでも先週なんか画像違うかったじゃないですか、そのことじゃなくてユニミックスのトップってことでしょ、多分ホームページかなんかでしょうね、多分ね。 あと大ちゃんのヘロヘロは味だよね、私好きって来てるいやなんかヘロヘロでもヘロヘロだよねでもほんまに味ありますよね、まあ、味はあるね。だから私あのヨヨヨめっちゃ好きですもん。ヨヨヨも最初ホホホでしたっけとかって間違えたけど、ね、あれって完全にインプットされますよね。ねえもうすぐメロディー覚えますもん。覚えちゃうね。あれもう僕はでもねホームページねってきました。ホームページですね、ホームページね。だからさっきの木曜日水曜日の話みたいな感じで、うん、のことなんでしょうね、うん、トップって言われてもねあんまり分かってない、自覚がないですか。とりあえずあの、まあ、あれですね、まずあの木曜日の夜はっていうのはまず修正するところから始めましょうか。選手は変わってるっていうね、あの間違い探しみたいな感じで、もし違うところあったらちょっとメッセージもらったら、自分たちで気づいてないところとかね あるかもしれないから、ね、ご指摘いただいたら、うん、あるいはあえてなんか間違いいっぱい作っておきましょうか。あそうします。これであのあえてしなくても間違いいっぱいあるじゃないですか10個あるとかそれちょっと広くないですか。決めといて10個ある。これであの全部当てたら10個あるけど15個あったよ。じゃあ本当ですよ、15個10個出てきますよ。そしたらあそう誤字脱字も含めて、そうかそうかそうか、みんなに探してもらったら。じゃあまずはとりあえず真剣に修正をまずして、まあね、この木曜日のやつもね、こういう話じゃなくてね、はい、ということで、まあもうお時間も迫ってまいりましたが、はい、間違い探し笑ってきましたねいいかもしれない。さあということで、あれ、ね、まあ、今日は順調にいきましたね、はい。まあ、最後にメールの宛先もお知らせしておきたいと思います。カフェアットマークユニミックスドット JP、 CAFE アットマーク UNIMIX ドット JP までお送りください。そしてこの番組は重曹にありますヘブンズカフェの協力でネット放送局ユニミックスからお送りいたしました。それではまた来週。え、ちょっと早いんじゃないですか。そうまだあと1分ぐらいない。そうこうしてる間になるから。なるもうそもうこのもう今もうプチって切られたのちょっとプチンってくるって思うんだけどねじゃあこれしゃべったらダメですはいということでまた来週ねお楽しみに。ということでおっちゃんも今お口チャック、はい、おっちゃんまだ言いたいことあったらなんか、はい、ということで、はい、お相手は泉彩菜と原大輔ユニタイムズのおっちゃんでした。おやすみなさい。おやすみなさい。